ここからはこちら、ウクライナ避難民、日本の受け入れ体制について考えていきたいと思います。はい、マリコ・フロレンティーナさん、実際に取材してみていかがでした？やっぱり同世代 あのもう15歳13歳の子たちだったんですけど、その子たちのなんか生の声を聞いて、うん、もう私たちに当たり前のなんか日常生活がもう突然壊されている状態で、うん、もうその女の子なんかお母さんとお父さんも置いて、うん、お父さんも国出れないっていう状態で、うん、国あの言葉もわからない日本へ来てる、うん、もう現実に本当にもう なんか心が痛みます ね、うん、それを聞いて、うん、やっぱりあの避難民を受け入れたいっていう、うん、あの日本人の方ともお話ししたんですけど、うん、あのそういう気持ちはあのいっぱいいる、そういう気持ちを持った人たちがいっぱいいるんですけど、うん、実際には300人くらいしか日本にいないっていうのは、うん、オランダとかに比べて本当に少ないんですね、うん、でもっとなんか実際にハードルが高いのかなと私はちょっと感じてて、うん、まあ、経済的に1人5万円もらってるって言ってたんですけど、うん、実際にそれを1回もらっても、うん、来るのになんか30万円とかかかるので、うん、本当になんか経済的なサポートももっと政府側とかからもしていかなきゃいけないのかなとはちょっと思いましたね、うん、なかなか、ね、現実問題としては厳しい状況ということでしょうね、うん、はい、VTR にもありましたけども、東京都もですね、ウクライナ避難民の受け入れ体制を整えています。こちらです、都営住宅100戸を用意、ね、そして、都内在住のウクライナ人向けに電話相談窓口の開設や宿泊先の紹介、そして生活物資の支援を進めているということですね、うん、ニコル、こういった動きについてどうですか？いや、とてもいいと思います。やっぱスピードが大事だなって思うので、うん、できるならいっぱいたくさ なんかこういうの始めた方がいいと思いますね。そうですね、うん、サリナさん、なんか個人でもね、こうやって避難民を受け入れる人たちもいるそうですけどね。そうですね、うん、個人、私子供の頃実家がホームステイの受け入れをやってたんですよ、うん、で結構海外の方が私ん家に泊まってったりしてたりして、すごいいい思い出なんで、うん、なんかぜひ受け入れこうわ悪いことじゃなくてどんどんやってったら交流にもなると思うんでいいなと、うん、は思います。でもこれを上限だけ受け入れる話になってるんですかね。そうなんです。ロヒンギャとかシリアの難民とかって2万人以上申請して10何人とかしか受け入れられてないんですよね、今まで、はい、なんでウクライナ人だけそんなみんな積極的に助けようとしてるんですかね。それはちょっとなんか思っていて、これ上限を決めるとか誰でもいいよって言ってみんな来たらすごい日本も日本でそれは困る気がしていて、じゃあウクライナの人を受け入れたら今後起こる人を全員、それはちょっと私も思ってる。いや、多分だからそれは本当にそのなんていうのかな、そのマスコミっていうか、いわゆるこういう世界的にあの注目度が高いってことにが理由なんだろうね、きっとひろゆき君が言うように。だからそこは日本がやっぱもともと難民をあまり受け入れない国であるっていうことと、その距離の遠さっていうのもあるだろうし、難民は受け入れてないですけども、うん、やっぱり生活文化も あまりの違う、うん、日本政府はいくら受け入れてたって、うん、その次は皆さんのお住まい自治体、うん、その次は町内会ってことになりますからね、うん、だからなかなか環境を整え、その代わりね、うん、日本はこういった先ほどのロヒンギャだとか、うん、こういった貧困国に対しては ODA、うん、政府開発援助で、まあ その国にちゃんと住めるようにしましょうっていうのが基本的な方針。いやいやいや、ロヒンギャの人たちは国に虐待されてるんだから国で ODA でお金払ったって、うん、その人たちにお金行くわけないじゃないですか。いやだからそういう虐待だとかそういったことがないようにしようって、何かすぐにはできてませんよ。すぐにはできてませんけども、それが日本政府のやり方よ。だからそれはそれ一つ、アプローチとしては解決にはなかなかなってないけど、なるほどね、まあ、間接的ではあるけれども、間接的にやろうというのが日本政府のやり方。あとこれ難民じゃなくて避難民でして、本当はウクライナの近くに行きたいんですけど、もうポーランドでさえあんなにやってるのに、これ以上受けられないってキャパも超えてるところもある。だからむしろポーランドとかドイツみたいな受け入れ国をね支援してあげた方がいいんじゃないか。東京都に2人来るよりもね、その受け入れ側が相当負担かかってますからね、うん、でもいくつものちょっと問題が重なって、1人当たりいくら払うんですか日本が。そうポーランドに行ったウクライナ人に日本人はいくら払うんですか。いくら払うというよりも僕だったらね、例えば仮設 住宅なんて日本はすごく技術持ってるわけですよ、うん、そういった物資人道支援なんかはウクライナの避難民に積極的に提供してあげたらいいと思いますよ、うん、はい、ポーランドですでにやってる日本人の人いますよ。日本人もいるかもしれませんけど、日本政府としてね、そういう関与のあり方、政府専用機で
例えば400万人の避難民の中に200人連れてくるのが本当に有効的なのか、うん、もっとポーランドやドイツとか避難受け入れてる先に積極的にその支援体制をバックアップした方がいいんじゃないかと僕の考えですね、はい、さあそしていろんな考えはあるでしょう、はい小池さんは、はいあれですよね、避難民などに対する企業の動きにも注目されているそうですね、うんうん、そうですねどの企業も動かれているとは思うんですけれども、うん、特に見た中で資生堂さん化粧品メーカー の、うん、ウクライナに1億円以上寄付するだけでなく、うん、ロシア国民の社員の方、うんもう雇用を守ったりですとか、うん、あとは大塚製薬グループさんですね一般の方々から寄付を募って、うん、その金額と同等の額を大塚さんが上乗せしてマッチアップする形で寄付を倍額にして、まあ、効果を最大化するっていう意味で巻き込み型でやられてたのは非常に印象的でした、うんうん、さあひろゆきさん、まあ、避難民の受け入れの話もそうなんですけども、まあ、とにかくね少しでも早くロシアによるそのウクライナへの侵攻を止めないといけないんですけども この問題どうやったら解決するとひろゆきさんは考えますか。無理なんですよね、うん、そのロシアとしてはウクライナ全土を抑えるのは無理だよねって確定したのでじゃあ東部の方のドンバス地区とあとクリミアのところだけ抑えようってなってるんですけど、うん、ドンバス地区の方ってロシア系の住民がもともと多いのとあとウクライナの人もロシアに拉致しちゃってで多分この後ロシア住民がそこに住むようになっちゃうんですよ、うん、でそうするとロシア住民が住んでるところをウクライナが攻撃するという形になっちゃうのでもうひたすら泥沼化するので、うんかなり長期化するんじゃないかなと思いますけど、うん、そう停戦今やってるじゃないですか停戦交渉をね、ええ、だからこれがある程度、まあ、ウクライナもちょっとずつ譲歩みたいな形中立化みたいなことも言い出してるけれどもそこで一つ停戦を合意したとしてもまだその後停戦の声がまず難しくて難しいキエフあたりからの包囲から包囲が外された後に、うん、民衆が後ろ手で縛られて虐殺されたりっていうのが見られているのでじゃあここはロシアに任せようねってなった場合に、うん、ウクライナの人たちがどうなるかっていうのがもう保証されてないんですよね、うん、なのでウクライナを全体としてもうロシアには絶対譲らないよねっていう壁は多分崩せないと思うんですよね、うん、その一枚岩があることでウクライナとしては戦えるので、うん、じゃあこの地区は諦める例えばじゃあ日本がじゃあ中国が攻めてきてじゃあ沖縄と九州諦めようぜってそんな交渉できるわけないじゃないですか、うんうん、なので多分無理だと思います、ね、でもそのゼレンスキー大統領が言ってるその中立化っていう提案はしてるわけでしょ今一応あくまでその武器を捨てて戦いをやめようねは、うん東ドンバス地区も含めて戦争しない状態にしようというだけでロシアのこの部分欲しいよねを譲りますという話ではないのでお互いが同意できることはないと思いますゼレンスキーさんが言ってその領土に関しての国民投票をするべきだっていうことに関してはどうですかそれはもちろん国民投票したらウクライナ人がロシア人に出てけど終わりなのでそれはやると思いますそういうふうになる、うん